はい、えー。皆さん、こんにちは。前橋工科大学の田所と申します。えー、本日はですね、えー、このオープンキャンパスでの模擬授業というのをやっていきたいと思います。はい。えー、模擬授業、ライブコーディングとは何だろうというタイトルをつけました。えー、この授業はですね、来年度から始まります、前橋工科大学の工学デザインプログラムで行う 情報メディアデザインと呼ばれるジャンルでのどんな授業をやっているかというのを体験していただくための模擬授業となっています。それでは早速内容をやっていきましょう。はい。まずはじめにですね、スケッチからライブへという内容で話をしていきたいと思うんですけれども、まずライブコーディングの話に入る前にですね、クリエイティブコーディングというものについて説明していきたいと思います。 クリエイティブコーディングとは何かと言いますと、クリエイティブ、つまり創造的なコーディング。コーディングとはプログラミングのことです。創造的なプログラミング。これはどういう内容になるかと言いますと、例えばアニメーションを行ったり、3D のコンピュータグラフィックスを作ったり、音ですとか音楽、さらには映像といった えー、様々なメディアを駆使して、えー、創造的なクリエイティブな活動をしていこう、えー、そういうものがクリエイティブコーディングと呼ばれています、えー、そしてですねこのクリエイティブコーディングで重要な概念でスケッチをするようにプログラミングをしていこうという考え方があるんです、えー、実際にプログラミングコーディングしながらこのスケッチをするようなプログラミングというのをまずはデモをしてみたいと思います はい。今、こちらに出てきた画面がですね、P5.js と呼ばれるプログラミング環境になります。JavaScript というプログラミング言語をベースにしたクリエイティブコーディングのための環境です。ここで早速ですね、この再生ボタンを押すと、ここに灰色の画面が出てきましたね。ちょっと狭いので、この画面を開けましょうか。Windows. ま、細かい内容は、え、今は、え、あまり理解しなくても構いません。え、あ、通常間違った。え、大体こうスケッチをするという概念がどういうものか、え、理解していただけると思うんですけれども、え、今、画面がフルスクリーンになりましたね。じゃあ、バックグラウンド220と書いてある下に、ちょっとサークル、円ですねで with。で with、ウィスワルに、ハイトワルで、ウィス、ちょっとと こんな風に書いてみましょうか。そしてまた実行します。はい。大きく円が描かれました。ちょっと大きすぎますね。ちょっとちっちゃくしましょうか。割るに。はい。おっとっと。で、また実行します。あ。割るにですね。はい。えー、そうしますと、ちょっと円が小さくなりましたね。はい。こんな感じで、自由な発想で、まるでスケッチをするように、プログラムで形を描いていける。これがクリエイティブコーディングの 基本的な,考え方なんですはいじゃあ背景黒に青いものになりましたでここでちょっと注目して,きていただきたいのがここのちょっと小さいですけれどもここの左上にオートリフレッシュと書いてあるチェックボックスがありますここをちょっとまずチェックしてみますはいで、えー、例えばですねこのウィスアル2をウィスワル3にしてみましょうかはい はい、すぐに変わりました。わかりますか先ほどのとの違いを,を感じていただきたいんですけれども、先ほどは毎回毎回プログラミングするために、たびに、ここの実行ボタンを押していました。今回はですね、そんな実行ボタンを押さなくても、えー、どん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 プログラムを進めていくだけで、はい、例えば、アニメーションを行ったり、そしてこのアニメーションの速度を どんどん変えていったりどん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 スケッチをしながらプログラムを動かしたままでコーディングできるそんなことも可能なんですこれがここから先につながるライブコーディングの考え方とにつながっていきますどどどんんプログラムを変えていますけれも ちょっと変えてみましょうか？えっと入ります。はい、はいまあ、本当にここかですね。ライブでプログラムを作ったわけですね。はい。2つの。円が動き回る。そんなプログラムになりました、えー、これがまずクリエイティブコーディングの考え方、そして最後にちょっとライブコーディングというのものを試してみました。 で、今見ていただいたように、スケッチをするように、こうスケッチブックにこう落書きをするように簡単にプログラミングができる。これがクリエイティブコーディングのお素晴らしい部分なんですが、最後にやったように、ここでこのオートリフレッシュというボタンをチェックしたら、その瞬間にプログラムの実行の仕方が変わりました。コードを動かしたままで、つまりプログラムを動かしたままで え、実行する。そんなことができるようになったんです。これが、ライブコーディングと呼ばれるものなんです。え、ライブ、動かしたままでプログラミングをするという意味合いでのライブコーディングというのを今説明してきたわけですけれども、ただですね、このライブコーディングといった場合に、もう一つ別の意味合いを持っています。ライブパフォーマンスとしてのコーディングという意味なんです。で、 ちょっとですねこの「ライブ」という言葉を辞書で調べてみましたそうしますとこんなような説明が出てきますライブ生の実況の意味というふうに出てきますより詳しく見ていきますと一つ目の意味としてはラジオテレビなどの録音録画ではない放送つまり生放送のことをライブと呼んでいます そしてもう一つ、二つ目の意味は、生演奏という意味でのライブです、えー。ライブの出演者、ライブ版といった場合には、生演奏の出演者、生演奏の、えー、レコード、レコードって言います、古いですね、生演奏の、えー、CD ですとかストリーミング、そういったものがライブ版です。 まあさらにこの音が、音や場所が反響することというのをライブというんですけど、今回はこの音の反響に関しては関係ありません。えー、この生放送とか生演奏という意味でのライブをコーディングで行うという意味合いが出てきます。でこれはどういう意味かというとですね、えー、まあここの部分ですね。えー、ライブパフォーマンスとしてのコーディングという意味なんです。 先ほどのスケッチの際にはライブつまりプログラムが動いたままでという意味でライブという言葉を使いましたがさらにここにライブパフォーマンスとしてのコーディングという意味合いが、えー、加わってきます <laughs> でちょっとこれは歴史を紐解いていくとですねえー、電子音楽の歴史の中ではライブエレクトロニクスというジャンルがあってこれは何かというとですねえー、コンピューターと、まあ、もしくは電子楽器ですね と一緒に生演奏を行行う、そういうそいいな試みが行われてきてきますで、このライブエレクトロニクスの延長線上で大体1990年ぐらいになってからなんですけれどもライブエレクトロニックミュージックとかラップトロニカと呼ばれるような音楽のジャンルが生まれてきましたこれは何かというとですねここの写真に写っているように楽器を使うのではなくて ノート PC から音を出す。ラップトップの PC から音を出して、そしてその場でライブ演奏を行う。というようなミュージシャン、アーティストが生まれてきました。まあ、これはコンピューターの性能がかなり向上したからという部分も大きいんですけれども、その場で手元のノート PC だけで音楽を行う。そんなようなことが行われるようになりました。 これが1990年代以降なんですけれども、これは現在でも行われています。えー、ところがですね、この、まあ、ラップトロニカ、ライブエレクトロニックミュージックの大きな問題点として一つ、何をやってるかわからないという問題があるんですね。えー、今、ここに映ってる写真は、クラフトワークというグループなんですけれども、えー、見てわかるように、4台のノート PC でライブパフォーマンスを行っていますが、えー、お客さんから見たらですね、 それぞれの人が何やってるか分かりづらいんですね。例えばギターを弾いていたりとかピアノを弾くというのは、えー、ステージ上で、えー、お客さんが見て非常にこう演奏してる様子が伝わりやすいんですけれどもどうしてもこの <laughs> ノート PC を操作してる様子というのはあ分かりづらいという問題があります。そしてですね、まあ、クラフトワークがそうかどうかはちょっと分かりませんが人によっては演奏していなくても、えー あたかもライブパフォーマンスしてるように見せることができてしまうんです。もう例えばもうあらかじめすべて、えー、ミックスして作り込んでおいた音源を再生だけして、あたかでもその場でこう演奏してるかのようにですね、一生懸命ノート PC を操作していたら、えー、お客さんから見たらその違いはわからないんですね。ですので、このノート PC を使った際のライブのあり方というものが問題となってくるわけです。 で、えー、ここでですね、えー、show us your screens. スクリーンを晒せ。スクリーンを見せなさい。というようなスローガンで生まれてきた運動。運動といいますか、生まれてきたパフォーマンスの形態。えー、これがライブコーディングと呼ばれるうパフォーマンスの形態なんです。えー、ライブコーディングを最初にこの行動をステージ上で映しながらパフォーマンスする。 というものを始めたのがこのスラブと呼ばれるグループなんですけれどもエイドリアン・ワードさんアレックス・マクリーンさんデーブ・グリフィスさんという3人で結成された <coughs> 最初はロンドンを中心に、まあ、イギリスで生まれたグループなんですがこの人たちが初めてこのスクリーンにプログラミングの様子を映してで実際にそのプログラミングをしている様子をお客さんに見てもらいながらパフォーマンスする。 という試みを始めました。で、これが非常に、まあ、面白い表現形態だったので、どん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 これを真似する人が出てきて、このライブコーディングというパフォーマンスの方法が今では世界中でいろんな人が行っています。例えばですね、このトップラップと呼ばれるウェブサイトがあるんですけれども、これはライブコーディングのコミュニティの ポータルサイトなんですが、どうもつながりませんね。アスラブじゃないですね。トップラップですね。失礼しました。はい。えー、トップラップ。えー、こんな感じで、えー、いろいろイベントの告知が行われています。今、世界中でですね、盛んにこうしたライブコーディングのパフォーマンス、ライブコーディングのイベント、さらにはライブコーディングの学会というようなものが、 え、どん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 こう盛り上がってきているわけです。で、えー、このトップラップのですね、えー、まあ、スローガン、まあ、マニフェストと呼ばれてるんですけれども、トップラップでまとめているライブコーディングをする際のですね、マニフェストというものがあります。ちょっとこれ、英語が難しいので、日本語に翻訳してみたんですけれども、ちょっと見づらいかな。はい。トップラップマニフェスト。これが非常にこのライブコーディングの 精神といいますか、そのスピリットをとても分かりやすく表現していると思いますので、ちょっと紹介したいんですけれども、一つ目の演奏者の思考に人間という楽器全体にアクセスできるようにせよ。ちょっとこれ難しいですけれども、まあ、演奏者、人間が楽器全体にこうアクセスできるように。ちょっとこれ難しいですね。で、二つ目がですね、非常に象徴的なんですが、オブシクランティズム。まあ、これは弦楽趣味。 まあちょっと隠し立てするようなことはすごく危険であると。スクリーンを見せなさい。スクリーンを晒しなさい。というようなことを言ってるんですね。で、その他にもいろいろマニフェストがあるんですけれども、このすべてこう、行動して、コーディング、プログラミングしている様子を外部に見せながらパフォーマンスしましょう。というような精神。これがライブコーディングの非常に特徴的な考え方だと思います。はい。 じゃあですね、ちょっと最後残った時間で、じゃあライブコーディングどんな感じか簡単にデモンストレーションしてみたいと思います。今から行うのはですね、タイダルサイクルズと呼ばれるライブコーディングのためのプログラミング言語。ハスケルというプログラミング言語を拡張したものなんですけれども、それをですね、実際にちょっとこれからデモンストレーションしてみたいと思います。それでは見てみましょうか。 ははい、いこっちですね、はい、まずですね、簡単に、ちょっと音を出してみたいと思います。はい。じゃあ、まず CP にしましょうか。ドル SCP と書きました。ちょっとこれで、こうやると実行します。はい。聞こえますでしょうか。手拍子の音がしてきました。じゃあ CP、CP×2 ってやってみましょうか。 そうすると、わかりますか速さが2倍になりましたね。まあより正確に言うと、テンポが2倍になりました。CP×4。はい、4倍になりました。かける ×6、かける ×8。はい、かける ×16。とてもわかりやすいですね。この、ダブルクオーテーション、この、カッコの中に書いた CP、ほに 書いたものがそのままリズムパターンになってるんです。じゃもうちょっと複雑にやってみましょう。BDCP, BDHC。はい。わかりますかバスドラクラップ、バスドラハイハット、バスドラクラップ、バスドラハイハット。こんな感じで、この中に書いていく文字が演奏するリズムパターンになるんです。じゃあちょっと複雑にやってみましょうか。はい。クラップが2回になりました。じゃあここは、ハイハットが4回。はい。 ここでちょっとバスドラムをですねちょっとだけ後ろにずらしてみたりするとまた面白いリズムが生まれますわかりますかタッタったタッタたタたたタッタタこれがですねシンコペーションというんですけれどもこのちょっと間を空けることでリズムにこうグルーブうねりが生まれてくるわけですねはいじゃあちょっともう少し複雑なプログラムしていきましょうか じゃあここにですねこんなの入れてみましょうサムタイムズたまにデブこれは逆再生のみですたまに逆再生してみましょうあ今逆再生してましたねはいこの意図しないタイミングで逆再生をするようになってますこんな形でですねプログラムを使ってリズムパターンをどんどん変形していくこともできるんです例えば JAX イテレーションの16 はい、今左右のチャンネルが分かりましたねこれは何をするかというと左右で別々にこう音をずらしながら再生するんですねはいじゃあさらにですねここにエフェクトをかけてみましょうディレイ0.6ぐらいはいディレイこのリズムが遅れてきました ここにちょっとシンセサイザーも取れてみましょうか。スタックして。はい。今ちょっとプログラムを複雑にしてやってますが。はい。これで、これで、はい。まずこのウッドと、そうですね。はい。じゃあここでちょっとシンセサイザーの音を加えます、えー。じゃあスーパーソウ。で、えー、ノート。ゼロ。 0.1からいきましょうか。はい。あ、こうですね。はい。プップッっていう音がしました。ちょっとわかりづらいので、このジャックスは止めましょうか。はい。これが申請サイズのことです。じゃあ、これをちょっと、えー、工夫してですね、このノートを、例えば、C4 の サス4はい C5 にしましょうか和音になりましたじゃあこれをですねもっとテンポを変えていきましょうじゃあ916はいだいぶ演奏僕ぽやってきましたねじゃあここでじゃあここで 大きくなったのでボリュームを調整しますはいこんな感じでどんどん音が変化していってますあとここでどん,どんどん音を加えていくだけです 感じででですすねね終わわっていくわけです、ねはい、まあ非常に簡単なデモンストレーションでしたけれどもこうライブパフォーマンスをもうその場でしながらプログラミングするという様子が、えー、ちょっとでも感じていただけたらと思います、はい、というわけで、えー、20分ほどやってきましたがこれで本日の模擬講義は終わりにしたいと思いますもし興味を持った方はですね是非 この前橋高科大学に受験してて、いいただいてこのようなクリエイティブコーディング、ライブコーディング、そんなものを一緒にやっていけたら楽しいんじゃないかなと思います。それではまたどこかでお会いできればいいなと思います。またどこかでお会いしましょう。